はいどんちゃん、ささやんです。本日もニュースを続いていきましょう。 今日前半の話題は、ラサール石井がようやくデマの謝罪をしたものの、謝罪の仕方が大人げなくて、さらに炎上し、令和にまで飛び火してしまったお話と、後半は、視聴者から松本人志の件についてリクエストが多かったので、文春の完売情報も絡めながら、これはどうなの部分について、いろいろ考察したいと思います。僕の喋りを聞いて、目のつけで方かいいねと思った方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、まずは左スト芸人の方から、日刊スポーツより見出しがですね、ラサール石井が謝罪も炎上。 正月以来政府の対応に怒りを感じ能登半島地震二次避難のご情報を流すということで本文を抜粋して読んでいきましょうタレントのラサール石井が14日ツイッターを更新能登半島地震を受けて避難者の二次避難に関する自身の投稿について謝罪をした石井の投稿をめぐっては岸田首相が自らの命と健康を守るためにぜひホテルや旅館などへのより安全な環境へ積極的な二次避難をお願いしますと呼びかけたことに対し 者にそんな金があるかだったらあんたが金を出して旅館やホテルを借り上げて避難民を移動させろ五輪招致のアルバム作りみたいに長谷石川県知事に官房秘密費から金を出してやらせろと綴っていた <laughs> なんかもう事実なんてどうでもよくてひたすら政府を叩きたいっていのがね文面からにじみ出ていますけれどもとで岸田首相は二次避難について誤解を招きかねない事実に基づかない投稿が散見されていますが二次避難先は行政で手配しており避難者の方にご負担いただくことは ありませんその他のご情報も参見されますとした上で、影響の大きいアカウントだから正しいとは限りません。公共機関等からの情報の確認をお願いしますとポストした。これ、名指しこそしてませんけども、明らかにラサール石井を意識した投稿ですよね。よかったね、石井さん。わざわざ首相は構ってくれてよ。メイドの土産によかったね、石井さーんって感じですけども、で、ラサール石井は14日、正月以来、政府の地震災害への対応に怒りを感じる連続だったので、 避難のつぶやきにも即反応してしてまいホテルや旅館が有料であるかのようなご情報を流す結果になりました被災地の皆様にはただならぬご迷惑をおかけしたことを深くお詫びしますと謝罪するも炎上え投稿2時間後には1000件以上のコメントが寄せられていた今さっき調べたらですねすでに3000件を超えておりましてそのほとんどがひな人形のあられじゃなかった批判の雨あられでございましたとはいでツイッターでは怒りを感じていたらご情報を流してしまうのかそこに因果 関係はあるのか感情に任せて発言しないいでください事実関係を把握してから発言してください何でも即反応してしまうということはその他のことも短絡的にお怒りだったのではありませんかそのようなご希少の方はツイートは書いて一旦下書きに保存し一晩寝かせてからご投稿されるといいですよなどと書き込みがあったおしまいということで。 最後のコメントが実に秀逸。そのような気象の方は一旦下書きに保存し一晩寝かせてから投稿してやって、ね、<laughs> もう怒りの感情をコントロールするアンガーマネジメントの観点からもう納得できるアドバイスでしょう。ただ正直言って、この石井の謝罪文よく見ればわかりますけども、これはお詫びという名の方便ですよ。謝ると見せかけて彼の本音の部分というのは、えー、文頭に書いた正月以来政府の地震災害への対応に怒りを感じる連続だったので、言いたいことはこ この部分でしょあまりにも政権対応がひどすぎたので僕も思わず勢いで行っちゃいました政権がちゃんとしてればこんな発言もなかったのにってねそんなエクスキューズをぶっこんでおりますよそういえば石井さんは先月維新の馬場代表に対してですね今は耐える時だ深々と頭を下げて謝罪する時だろうと品格ある謝罪の仕方をアドバイスしておられましたけれども今思うとどのくせ言ってんだよとねまあそんな形でですね別な意味での喜劇人をやっておりましたで真面目に意味がわからないのが 明らかに間違った情報をなぜ石井氏は放置してきたのか人間誰でもですね間違いはあると思うので。 投稿当初からエビデンス付きで指摘された時点でですね、訂正を入れておけば、ここまでひどくはならなかったはずです。それに、平時のミスリードとはわけが違いますんでね、緊急事態で人の命がかかっている際にですね、即座に対処しないというのは人として根本的にどうかしてます。はい。で、このラサール氏の擁護できない発言さえも擁護するのが令和の人たちでございまして、この八幡愛って方はですね、えー、令和の候補者なんですけども、えー、そもそも総理の言葉足らずと説明不足が全ての原因なのに、 違違いさせてしまった人た人ちを悪質な虚偽情報かのよううにに扱うことに違和感がある。最近ぶら下がる偏ったコミュニティノートのようにも見えるとにかくホテル代だけではなく食事も生活用品も心配するなと明示できる政府を求めますってことで彼ら的にはですねラサール石をもってしても勘違いせざるを得ない周知のやり方こそむしろ問題だっていうことなんでしょうあまりの驚きのロジックに私さ,さん稲葉川をやりたくなってしまいました八幡愛さん今日からあなたを霊能者と呼ばせて あーでも漢字は義母愛子とかね、そっちの方の霊能者じゃなくて、令和の脳を持つものと書いて、霊能者ですからね、以後、お見知りおきをお願いしますと。そして、今日の純主役は、スーパー霊能者こと、大石秋議銀。 彼女のツイッターにはこんなことが書かれております。岸田総理と長谷知事が宿泊料しか無料と書いてない情報を示してご負担はない。安心してと避難者に平気でいること自体があり得ない。一刻も早く辞めるべき。または一刻も早く遅れてすみませんでした。異住職、風呂、帰宅費用、その他必要経費、何もかも保証する。安心してと言うべき。とまあ、こんな感じで政権批判をやっております。ただ、これ自体はですね、いつものことなので別にどうってこともないのですが、えー、これに対して、 あるユーザーがですね、被災対応で提供されるものは基本的に無料なんですが、無料と書いてないから分からないってことですかね。勘違いしたのは被災者でもないラサール石井さんなんですが、被災者が勘違いして行政サービスをためらわないように、今後はすべてのサービスに値段をつけていくように徹底しろということでしょうかと、こんな質問を投げかけました。で、これに大石氏は、恐れ入ります。被災対応で提供されるものは基本的に無料なんですがの根拠を教えていただけますか。以下の例のように、実際に、 食費は無料ではないのですが、事実確認しておっしゃってますかと、あたかも避難所の食費は有料だってことを言ってるんですけども、これも完全にデマでございまして、そもそも大石氏がエビデンスとして貼り付けていたのはですね、奈良県が用意した一時避難所ですんでね、しかも大石氏が言ってる一時避難所というのはですね、第一時、第二時の方ではなくて、ほんの一時の一時なんでね、そもそも政府が干渉している避難先とは違うんですよ。それに政府がアナウンスしている二次避難所はホテルや民宿に対してですね、 1>, 1泊3食付きでお部屋を提供してくれた場合は1日当たり1万円素泊まりであれば1日当たり8000円で宿泊費を国が肩代わりしますという形でバックアップしておりますので全てがそうだとは言いませんけどもホテルや民宿をベースにした二次避難所は食事も3食無料の範囲で出てると思いますなので一般ピーポーがこれを言うのならともかくですよ国会議員が間違ったエビデンスをつけてデマを流すのはマジで勘弁してほしい っていう感じですよ。国会議員なら調べてくれよと。かつて山本太郎は国会で。 嘘でもいいから安心させろと言ってましたが、ごめんなさい。今、令和の議員がやってることは、嘘でもいいから被災者を悲しませろようになっています。今やるべきことは、希望を持たせることでしょう被災者に対してね。家がなくなった。これからどうしようかなという時にですね、それこそ大石昭子議員が、こっちの避難所にはですね、3食全部無料で提供されております。しかも温泉までついてめてと、体温めて1回落ち着こう。何か相談事があったら、令和に行ってな、駆けつける境に、みんな下向いたらあかんで、って。 これぐらい言えないんですかね令和が言ってること,とやってることはもう高低差ありすぎて耳キーンってなりますさ。あ <laughs>、そうだそうだ、DJ そうだ。高低差ありすぎといえば、令和の長谷川ウい子コ候補者は、初動に人災、阪神の教訓ゼロ、ボランティアに道路が渋滞するから控えて、ではなく、公の活動を保管するために万難を排して来てくださいと言うべきでした、なるほどとね、どこかの学者の言葉をなぞって書いておりますけれども、万難 万難ねえ。松葉杖で現地に行くこの男をね、どこが万難排しているっていうんでしょうかね。人のことをとやかく言う前に山本代表にそれを言ってくれよと。ですから私、ササヤンは今後、レオの議員やレオ史実ラサール氏のような男に対して、霊能者と呼んでいきます。視聴者の皆さんも、この言葉にしっくりきた方はですね、このコメ欄に、奴らは霊能者だと書き込んでくださいませ。えさて、お次は結構コメントを求められている松本人志の話題について、まずはスポーツ報知より見出しがですね、 松本人志の性的行為強要疑惑を報じた「週刊文春」約45万部が完売編集長は「スクープの力実感」ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。 文言春秋は15日、ダウンタウン松本の性的行為の教養疑惑などを報じた週刊文春で45万1000部が完売したと発表した。完売は2020年6月18日後以来となる。また、文春電子版の有料会員も大幅に伸びているという、これを聞いた爆笑問題の太田光は、まっちゃん元気って言ったとかやとか、いや、これは正月番組で確かに発言してるんですけれどもと。で、えー、週刊文春の武田聡編集長は、紙の雑誌よりもスマホで情報 を得るのがますます当たり前となっている昨今ですがそれでもスクープの力は実に大きいだろうと改めて実感しておりますとコメントを続けて誰も知らない情報を得てどこよりも丁寧に裏付け取材をし相手がどれほど巨大であっても忖度なく読者の皆様にお届けしていく今後も真摯に愚直に新たなファクトの発掘に取り組んでまいります引き続きご支援のほどよろしくお願いいたしますと知っているう,ーんうんうんうーんうんんって感じね先ほど単純計算したら松本人志のこの掲載号で 一気に2億1000万円ものねこの週刊誌の売り上げを出しておりますもんで仮にだからこれ報道が間違っていても芸能人の側としては名誉毀損でですねこの文春を訴えても数百万円しか実質もらえないんですよね全然割に合いませんよここら辺は本当これでいいんでしょうか僕的には名誉毀損の損害額についてはもうちょっとねなんとかしてあげた方が良い気がいたしますけれどもとで、えー、報道に対して松本が所属する吉本興業は発売当日法的措置を検討すること 表明松本本人は今月8日裁判に注力したいとして活動休止を表明し Twitter で「事実無根なので戦います」と全面対決の意思を示しているおしまい。 とということで、えー、松本人志の件について遅きに失し,した感もあるんですけどもまずはなぜこのタイミングで松本の件を僕が触れるかっていうことなんですけどももともと松本人志がフジテレビのワイドナショーで釈明するようなことを言ってたもんですから、えー、それを聞いてからですねコメントしようかなと思っていたらついぞそれが実現せずにということでまあ完全に話題に乗り遅れてしまった感じでございますけどもね私ねじゃあもうほっとけばいいじゃんっていうことなんですけども世間の報道や評価についてじゃん 若干、違和感があったもんで、ちょっとその辺ね、お話ししようかと、で、何が一体違和感なのかっていうとですね、松本人志の問題行動は大まか2つあるんですけども、これをごっちゃに語られてるので、だから全然よく分からなくなってくるわけですよね、えまず強制性があったかどうか、これは今わからないわけですよね、一方的に女性の方から情報が出ているだけなので、確たる証拠があるわけでもない、そういった状況下の中で、血祭り的なね、報道がなされてるのは、ちょっとどうなのっていうのはあります。えそれから もう一つはですね、強制性があったかどうか、それはひとまず置いといて、えー、松本人志やスピードワゴンの小沢などが乱行パーティーをやっていたってのは、これはもうほぼほぼ確定なんだよね。<laughs> これは松本がパーティーに参加した女性のサンクスメール、まあ、正確にはですね、サンクスラインに反応しまして、その画面コピーに対して、とうとう出たのとね、ツイッターで発言してしまいまして、この一言がなければ、パーティーそのものがあったかどうか、あるいはですね、そこの現場に松本がいたかどうかも不明だったのに、反応したことで逆に、その存在 ですねえー、その場に松本がいたってことまでが確定してしまいましたんでいよいよ逃げ場がなくなってしまったかなと。で僕個人の感想で言えば芸人が破天荒にで、ね、飲むうつうかをやるっていうのはまあ別にねいいっていうかまあいいくはないけどもまああっても仕方がないかなと思ってるんですけどもあこれはお笑い芸人だけではなくて音楽アーティストも含めてねだってフリンダの婚会社なんてものですね左、えー、ストの大御所ってあられたらですね坂本龍一大先生もねあっちこっちでつまみ食いしておりましたし毎日ニュースをす とか切ってる隠し子ライブミヤネ屋のですねミ誠ジさんもね未だに調子ぶっこいてますからね薬と当て逃げさえやらなければどうってことないとは思うのですがただそこに乱行パーーティーが入っっっててくととちょっと趣旨変わってきますよね1対1ならともかく複数人でしかもですね後輩芸人に女性を調達させてっていうのはですね全然かっこ悪いと思いますし渡部のトイレとです、ね、似た感覚があるってうんでしょうかねあっちは金銭的にせこいんですけども松本人志の方はです、ね、精神的にせこい感じ女欲しいなら自分で探せ 相方の浜田もですね、ちょいちょい女関係でやらかしておりますけれども、浜田は1対1でやってますしね、くどくことも1対1でやってるわけでしょ同じ不倫ではあるのですが、質的に月とすっぽんぐらいの差がありますよね。あと、松本ひとしは、 過去に女性問題が出たらば、堂々と認めますと。そして、えー、嫁さんにもですね、婚前に、俺は浮気するタイプが出たね。そんなエピソードも、話のネタでやっていたのに、実際スキャンダルが出たらですよ、会見は開かない。事実無根とは言ってますけども、具体的に何が違うのか、一方的に喋りもしない。これはさすがにまずいんじゃないのと。ワイドなショーで何か喋ろうとしたらしいんですけどね、それをフジテレビが認めなかった。だから喋る機会を失っただけってね、松本ファンもいらっしゃいますけども、それもちょっとおかしな話で、 松本人志クラスであれば YouTube でもニコニコでもね自分で動画を配信できるプラットフォームで自分の思いの丈をね述べれるじゃないですかいやむしろ松本人志が YouTube で何かをしゃべればですねテレビにとっても都合がよろしいなぜならワイドナショーでしゃべったものはですね基本的に富士が著作権を管理してるんでね他のテレビではね放映できないかもしれないわけですよでもえ自身の YouTube で例えばですねマッチャンネルでも立ち上げて地上波テレビに限りですね、OK、にじりをオケ k すればどこの局も松本人志し のの言い分を次局のワイドショーででで放映すするることができるわけですからね戦略的にだからしようと思えばやれそうな反論さえも一切やらない部分に対してそれはどうなのと僕は思っておりますちなみに私たちは記者会見を無理やりやれとね言ってるわけではなくてだって記者会見をやってもですよどうせ望月もっちみたいなですね制御を利かない記者がねわら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 とやってきて週刊誌を片手にですよダラ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 とお気持ちだけ表明して自分にマイクは回ってこないと、ね、無視されたーひどいとか言ってですね後で当たり散らすようなやかれもいっぱい,い のでだから会見を開くことはです、ね、ケースバイケースで僕はいいと思ってるんですけどもただもう一つの目線としてねやっぱり CM スポンサー側から見たら釈明しないんじゃ話にならないし強制性が仮になかったとしても不倫若い姉ちゃんランパこの3つの組み合わせはですね麻雀で言ったら裏ドラ3枚乗った感じねつまり想像以上に激ヤバだっていうことなんです僕は松本人志が手掛ける番組フォーマットが好きなんでね例えば「滑らない話」だとか「一本グランプリだとか「ガキ使だとかねですからまあコンテンツのプロデュース力が半端な人 だと思ってますので動画クリエーターとしては尊敬しているのですが、ただ、テレビで特に MC としては今後、復活できそうな感じがしませんね。 前に出川哲郎さんが似たようなことにね、巻き込まれた際に、あれは島田紳介にね、えー、抱かれたらどうだみたいな、ね、そんな話だったかと思いますけども、えー、出川さんは、過去の話は覚えてないけども、そのようなことを言ったなら申し訳ないって形でね、女性に一応ですね、謝罪はしておりましたので、不倫はすでに確定してるわけですから、松本人志は何らかの形で謝罪した方が良かったのではと思います。全てだんまりを決め込んでいたら、テレビの復活は無理でしょう。まあ、でも逆に、テレビに出られなくなった松本人志が、ネット本業にどういうコンテンツを生み出していくのか、 ドキュメンタルを超えるものを生み出すことが果たして可能なのかどうか YouTuber ーーとしてはそこは引き続きね興味の対象ではあるのですがえ今日も話がなくなりましたのでこれを一回して最後はほっこりのだけで締めたいと思います松本の女遊びと書きまして飲みづらいい茶会届きますそのの心は抹、ま、器が小さい <laughs> 僕抹茶ジェラートが大好きでして美味しいジェラート屋を選ぶ基準は抹茶ジェラートが美味しいかどうか抹茶ジェラートが美味しければ基本何を食べてもそこのジェラート屋は美味しいってね ジェラートの達人の設定で塾長を口説こうとしてる男なんですけどもということで本日も面白かったためになったら、ね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたササヤンでしたたで